皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。最近、世界的に有名なボーイズバンド BTS のメンバーの一人である VBTS が、公式の軍事イベントで観客の前でスピーチをするように求められ、驚くべき瞬間が起こりました。同じく軍隊に勤務している彼の親しい友人が、この出来事をメディアに報告しました。目撃者によると、 本名のキムテヒョンとして知られる VBTS は勇敢かつ勇敢に前に出て命令を遂行しました。外見上は落ち着いているように見えましたが、VBTS が少し緊張しているように見えたことは隠しようがありませんでした。スピーチの中で VBTS は勤務中にサポートしてくれた仲間の兵士と上司に敬意と感謝の意を表しました。また、 軍務中ににおける共同体意識とチーームワークの重要性についても語りましたスピーチは聴衆全員からスタンディングオーベーションを受けました彼の親しい友人は緊張していたにもかかわらずテヒョンはメッセージを明確かつ情熱的に伝えることができたと付け加えました彼はとても人間的で謙虚な一面を見せてくれたと友人は言った彼はとても人間的で謙虚な一面を見せてくれた と友人は言った。私たちはみんな彼を誇りに思っています。ご存知の通り、BTSV は昨年末、BTS の他のメンバーと共に兵役に就きました。規律正しい軍隊生活に適応しなければならないにもかかわらず、テヒョンと他のメンバーはファンの全面的なサポートを受け続けています。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。 どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。